ジョン・ウーは、香港の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。1969年に、脚本家として、キャセー・オーガナイゼーションに入社。1971年にショー・ブラザーズに移り、巨匠、チョー・トールの助監督となる。1973年、ゴールデン・ハーベストに移り、カラテ・グレンタイで監督デビュー。コメディ映画やカンフー映画が主流だった。 香港映画界に香港のワールと呼ばれる新しい流れを築き、口述する暴力的かつ華麗なる独特の映像美からバイオレンスの詩人とも呼ばれている。1986年に男たちの番歌で香港伝英金像進む最優秀作品賞と金馬進む最優秀監督賞を1990年に狼男たちの番歌、最終章で 香港伝英金像を進む最優秀監督賞を受賞。1992年のハードボイルドシン、男たちの番下でハリウッドに認められたのをきっかけに、翌年1993年にハードターゲットで監督を務める。それ以来、主にアメリカ合衆国のハリウッドを活動の拠点としていたが、三国史に題材を得た中国の歴史劇映画、レッドクリフ二部作以降は、 アジアの作品でも再び監督を務めている。お気に入りの映画3本は、デビッド・リーン監督のアラビアのローレンス、黒沢明監督の7人の侍、ジャンピエール・メルビル監督の侍。彼を有名たらしめた数々のアクション作品で、多様されたアクション表現が非常に有名であり、多くの熱狂的なファンを集めている。代表的な例としては、ロングコートをはためかせ、 両手に銃を持って華麗に立ち回る二丁拳銃アクション、戦闘中に飛ぶ白い歯と同時に拳銃を向け合う二人の人物、立て続けのカット割りからのスローモーション、境界での弾薬シーンなど。ジョンウー本人は自分は暴力否定論者であり、幼い頃の貧困外での生活において他人から暴力を受けることが多かったため、 映画の中で暴力を描くことによって、その残酷さを伝える意図があり、また上実の、ハに、平和の意味を込めていると述べている。その例として、狼男たちの番下、最終章の子供を助けるシーンや、フェース、オフの中盤の、オーバーザレ陰謀の流れる中、子供の視点から描かれる銃撃シーン等が挙げられる。なお、本人によれば、 ガンアクションの演出は、カンフーアクションや米国のガンアクションではなく、趣味であるダンスからヒントを得ているという。しかし、近年制作する映画では、彼の暴力描写は、かなり控えめになってきている。ハリウッドで最後に撮った映画である、ペイチェックでは人を一人も殺さないというジョンウー、映画史上前代未聞のキャラが主人公になっている。これについて、ジョンウーは、 同映画のオーディオコメンタリーにて、香港映画は、市場が狭いこともあり、作品が完成した状態になるまで、配給会社に公開しないシステムとなっている。また、映画制作における、監督の権限が、かなり強いということもあり、思う通りの作品を描けるが、ハリウッド映画は、市場が、全世界に及ぶことや、暴力表現の規制の激しいヨーロッパの市場で、基準に引っかかる。 可能性もあり、必然的に暴力シーンをカットしなければならないと発言している。また、ハードターゲットのコメンタリーでも、ハリウッド映画は、アクションはアクション、ドラマはドラマ、コメディはコメディという形で映画が作られる。だから、アクション映画を作るときにドラマをストーリーに入れることはできないとも述べている。クエンティン・パランティーノやマーティン・スコセッシなどがフリークとして有名。 タランティーノに至っては、キルビル撮影開始前、ユマサーマンへの演技指導の代わりに、狼男たちの番歌、最終章をまず見せたほどである。2010年には、映画芸術に対する多大な貢献を表彰され、ベネツィア国際映画祭栄預金失賞を受賞した。ジョン・ウーの映画作品は、ビデオゲームやコミック、アニメなど様々なメディアに影響を与えている。ありがとうございます。